こんにちは、しょりちゃんのりみです。元気いっぱいですか？はい、今回はですね、はい、雑貨屋さんで文房具の1000円チャレンジをしました。ということでね、雑貨屋さんで久しぶりですね、りみちゃんね。まあ、あの鉛筆がねもうないということで、じゃあ1000円分好きなの買おうということでね、1000円分買いました。はい、じゃあねそれをね見せていただきましょうか。はい、もう見せちゃっていいの？じゃあ鉛筆は買ったんだから鉛筆から見せよっか。せーの、じゃん。お？リリン、ここにね、うん、クマちゃんの顔ついててね、はい、もうクマセットでしょ。クマセットの鉛筆が5本ですね。はい、はい、こんなのにしました。プーさんと迷ってたよね。うん、プーさんもクマだ。そっか、はい、じゃあ次、次このままね、カメラ使うのに行きたいと思います。次は、次は何ですか？はい、次は、次はこれ、じゃん、くまさんの定規。定規も買いました。お揃いでしょ？うん、鉛筆とお揃いの定規だよね。でもね、ちょっと違う、うん、ちょっと違うね。あの、くまさんのね、鉛筆とかね、うん、2種類あったんだけどね、うん、こっちはまた違うのね。こっち、ちょっと似てるけど、あ、似てるけどちょっと違うのか、うん、でも同じように見えるね。でもこれしかなかった、うんうん、くまさんの定規です。はい、はい、次、ね、くまさんのキャップ。キャップ、これは同じ、お皿、うん、鉛筆とお皿、うん、これとね、これとお皿ですね。はい、はい、はい、じゃあ次。まだ買ったんですね。おー、消しゴム。消しゴム、これは鉛筆と一緒？あ、これ定規と一緒か。定規と一緒ですね、こちら。裏はね、一人、一人、はい、終わり？もう以上かな。あ、まだ買えた。あと、じゃん、おお、くまさんの、くまさんのなんていうの、キーホルダー。キーホルダー、リレン、さくらんぼ、さくらんぼが首についてるやつ、うん、それでなんかこれさ、なんかあったよね、うん、なんて書いてある？もっと楽しくなるだって。じゃあ見せてください。ここに、おぉ、いいね、こんな感じで。うわぁ、ちょっと近すぎ、もっと楽しくなるっていうねやつです。チョコホイップって書いてある。落としてばっかり。なんでだ？あ、このクマちゃんの色かな。うん、チョコのホイップ、そうかな。そうだね、でもね、色似てるから買った。そうね、色似ててクマちゃんだから買ったんだよね。筆箱につけんだよこれ。はい、じゃあね、買ったものちょっとね見てみましょう。はい、じゃーん、こちらですね、買ったやつは、はい、はい、全部ね、茶色いクマちゃんですね。あ、いいじゃん、かわいい、かわいい。これ重くてこうなっちゃう。チャック動くの、それで動くよ。大丈夫？使いづらくない？絶対そのクマを持って開けることになりそうなの。チャックじゃなくて、ほら。でもね、うん、ほとんどね、うん、学校では開けてるから。ああ、そっか。どう？いい感じ？いい感じ。じゃあ中身もさっと見せてください。ちょっとパンパンだけど、きっと。見てみて。こんな感じ。パンパンですけど、こんな感じ。あ、かわいいじゃん。やっぱ揃えるとかわいいね。まあ、筆箱だけまだプーさんですけどね。まあ、これはね、りみちゃんがずっと使ってるやつなので。はい、じゃあ、あとは必要なもの適当に、適当というか赤青鉛筆とかも使うものは入れないとね。あと名前ペンと、はい、というわけで
今回はね、シーリンチャレンジをやってみました。はい。どうですか？うんうん。お気に入りのもの買えましたか？うん。お守りになきゃ。あ、そうだ、お守りになきゃ。お友達が作ってくれたお守りなんでしょ？中身は。うん。はい。次は、バイバイ。グッバイ、ヒロネコス、タイムシーユー、ビリマイチ。なんか変だな。バイバイ。